はい、皆さん、こんにちは。マンダレクルフィッシュです。では、今回は、提督の決断3、パワープキット、セガサターン版、プレイをしていきたいと思います。まずはね、僕自身も実はセガサターン版、まあ、PS2 版も同じだと思うんですけども、コンシューマー向けのね、提督の決断3、パワープキットを初めてプレイするので、まずはちょっとオープニングを、見てみたいなと思います。はい。オープニングご覧いただきました。もうこのあたりも PC 版とはちょっと違いましたね。では、早速、本編プレイを始めていきたいと思います。で、パワープキット版なので、いくつか追加のシナリオも用意されているので、最初に簡単にね、シナリオだけ確認しましょうか。架空シナリオだと、白紙回戦。まあ、これはもう何にも、艦隊とかはね、戦力持っていない状態で、始めるっていうね、シナリオだったり、あとは最高技術達成シナリオとかもあります。まあ、ただこれは日米含め、すべてのね、技術が、マックス状態で回線できるっていうシナリオですね。その他にもご覧のようなシナリオが用意されています。で、今回プレイするシナリオはですね、ベタ中のベタなんですが、こちらのミッドウェー回戦、これをプレイしていこうと思います。陣営は2本、難易度は普通でプレイをしていきましょう。まあ、このあたりもね、楽しみなところですが、まずは、司令長官、山本五十六さんを。で、この後ですね、草刈龍太郎さんを参謀長に指名していきます。はい、草刈さんですね。これでプレイをしていきましょう。違いもね、PC 版との違いも、まあ、見ながらね、プレイできたらいいかなと思います。日本軍は真珠湾でアメリカ太平洋艦隊に大打撃を与えると南方に進出し、東南アジアをわずか半年で占領した。しかし1942年4月、それに水を差す出来事が起きる。アメリカ軍機による東京空襲である。損害は軽微であったが、帝都東京を攻撃された日本軍首脳部のショックは大きく、ここにアメリカ空母撃滅を狙ったミッドウェイ作戦が急遽立案、発動されることになった。はい、シナリオの導入部分ご覧いただきましたけど、ここも PC 版と違くて、実写の映像が織り込まれてるんですね。これは面白い。では、プレイの方始めていきましょう。まあ、ミッドウェイのね、シナリオなので、ミッドウェイとの攻略を行っていくというところです。まず艦隊から確認していきます。第5艦隊の方が、まあ、いわゆる南雲さんの空母機動部隊ですね。船体の方もせっかくなので見ていきましょうか。第1船体、空母赤城、加賀というところですね。艦載機数がそれぞれ63と91。そして、第2船体、ここが空母飛龍、蒼龍、山口多聞さんがね、座礁していた飛龍と蒼龍というところです。艦載機の数はそれぞれ63ずつになっています。で、その他の戦力なんですけども、一応ね、まあ、ヤマトとか、このミッドウェイに参加した艦隊はね、一通り揃っているという状態です。で、今回は単純にミッドウェイの攻略だけをしていきたいと思いますので、まあ、生産とかはあまりね、気にせず、ミッドウェイ島の攻略に注力していきたいと思います。では、まず第1艦隊ですね。第1艦隊は戦艦ヤマト、ナガトが入ってる艦隊です。まあ、一応確認しましょう。戦艦。これがヤマトです。超ド級戦艦。そして、連合艦隊のね、全総合 総機関を務めた、長門。で、長門と同型化の陸奥なんかも入っています。これが第1艦隊の第1戦隊ですね。では、この第1艦隊もね、ミッドウェー基地攻略に向けて、出撃進んでもらいたいと思います。速度はもう高速で突入してもらいます。もうすでにね、ミッドウェー島の攻略始まってますからね、あんまりちんたらせずにというところになります。では、第2艦隊も速度を上げて、ミッドウェーに突入してもらいます。第3艦隊も
同じです。このままね、敵のミッドウェイを押し潰そうというところで速度を高速にします。速度はね、もちろん速く動けば動くほど消耗が激しくなるので、キャンペーンモードをプレイするような場合、このミッドウェイの戦いの後もプレイをするような場合には、残りの、まあ、燃料のね、量なんかも見ながら、どれくらいの速度で、どれくらいの期間作戦を展開するかっていうのをね、しっかり検討する必要があると思うんですけども、ここではねあまり気にせずに突入していきましょう。で、この第7艦隊は潜水艦隊になってます。この潜水艦隊もね、一つ敵の艦隊を発見したり、あるいは敵に雷撃を加えたりっていうところでね、ポイントになってくるかなというふうに考えています。で、ご覧の第8艦隊、それと第9艦隊はですね、まあ史実通りと言っていいのかな、アツとアリューシャン方面の陽動に出てもらっています。では時間を進めていきましょう。まあ、地図をね確認しておくと、今ミッドウェイとこちらに向かって、艦隊がね出撃しているという状態です。日本軍第6艦隊アテ、我が艦隊に向け敵航空隊が急速接近中ということで迎撃戦になりますね。まあ、ただ我々のは潜水艦なので、まあ、そんなに大きなね、痛手は出ないかなと思います。はい、味方のダメージはゼロ。ただ、敵の航空機118機。第3艦隊なので、これはエンタープライズとオーネットですかね。はい、日本軍の第6艦隊、これは潜水艦隊ですね。潜水艦隊が敵を発見。これは、どの規模のどういう艦隊かっていうのを確認したいな。アメリカ軍の艦隊、味方の潜水艦が敵と接触しています。空母2、これはやっぱり敵の空母艦隊でしたね。これはどうしても叩いておきたいな。はい、アメリカ軍の第2艦隊も発見してます。空母1なのでヨークタウンだと思います。これで全空母いるのは確認しましたが、具体的な敵の位置がねまだ確認できていないという状態ですね。これはこれでちょっと不安ですが、敵の艦隊の位置をね発見したいと思います。ではミッドウェイ島の方にね、空撃ができる状態になりましたので、敵の艦隊発見できてませんが、空撃を仕掛けていきたいと思います。では赤城、加賀、飛龍、蒼龍から基本的には全機出撃させていきたいと思います。出撃数、11×4 の44ですが、これ、内訳が気になるな。冷戦に1型だけか。これ、艦爆艦攻がまだ射程に入ってませんね。これであればちょっと見送ります。火力あまり出ないですからね。では、アリューシャン方面をね、まあ、おまけ程度になると思いますけども、攻撃をしておきたいと思います。このアツ島の陽動がね本当に必要だったのかどうかっていうのはね、もういろいろ後世言われてますけど、すでに暗号がね解読されてしまってた以上、我々の主目標がミッドウェイであったことは明らかだったので、まあ結果的にねこの陽動で戦力を分散させる意味はあまりなかったのかなとは思うんですけどね。まあ、そういう話をしているとヒトラーから技術供与してもらいました。ミンドウェイの基地航空隊がこちらの動きを捉えてますね。第4艦隊が敵の攻撃を受けます。14艦1隻を失っています。まあ、警備だダメージだったと思うので、まずはね敵の艦隊の位置を探っていきたいと思います。で、アツ島の攻略の方はこのまま、行っていきましょう。まあ主目標はねあくまでもミッドウェイだというところです。敵の守備隊は削ってます。これでアツ島の占領が完了です。この辺の絵はPC 版と同じですね。アツ島の攻略完了。
でも第4艦隊がミッドウェー基地に砲撃戦が展開できる距離まで接近してますので砲撃を仕掛けていきます。心配なのが敵の空母の位置が全くつかめてないんですよね。敵の空母の位置をしっかりと確認しておかないと心配なところかなと思います。位置はねちゃんと確認していきます。はい、ここで敵の艦隊を発見しましたね。ようやく敵の艦隊発見したのは、これ追撃し砲撃はね多分まだ届かないと思うんですね。距離が届かないですね。なので敵の艦隊を追撃していきましょう。確実に敵のね空母を仕留めに行きます。これね敵の艦隊にタッチしている状態であれば攻撃ができるので、敵の艦隊、敵の航空基地両方ね、攻撃していきましょう。さあ敵の艦隊さらに発見してます。ここから一気にね敵の艦隊を攻撃していきましょう。敵の艦隊に空爆を仕掛けていきます。まあ、数がちょっと少ないなというのはあるんですけど、もうここはねしのごの言ってられませんので出撃して仕留めにかかりましょう。潜水艦隊だったか、敵の空母をね、狙ったんですが、まあ、ある意味敵の潜水艦だというのが分かったので、もう一方の艦隊の方に狙いを定めていきましょう。では第5艦隊、これは空母赤城加賀飛龍総理南雲艦隊航空艦隊ですね。これで敵の艦隊を攻撃していきます。全機出撃、合計221機で出撃していきましょう。これは期待できるな。本来だったらね出撃させるさせないっていうのは個別に選択することもできます。まあ、参考までにお見せしておくと、赤城から冷戦を何機、99の艦爆を何機、97の艦攻何機みたいな形で、個別にね設定することももちろんできます。今回は全機出撃でいきます。これでまず敵のね、空母を仕留められるかどうかというところになると思います。敵の艦隊がねどれほどの規模かというのも見定めておきましょう。この辺の操作画面はほとんど同じですね。ちょっと変わってる部分もあるかなと思いましたけど、画面の、全体的なレイアウトとかは変わらず、ただそれでも見た目はね、少し PC 版とは違うかなっていう感じですね。では進めていきます。さあ敵の空母部隊発見しました。今、敵の航空機とドッグファイトしてるんですけど、この画面もちょっと違いますね。今ちょうど、画面の、ね、下側に敵の空母が動いているのが見えると思います。でその空母のちょうど画面の上側のマップを見ると敵の直縁隊がいる状態になっています。で我々の方はですね4つの空母から出撃しているので4つの飛行機今見えてると思うんですけど、この4つの飛行機でね敵の戦闘機と敵の空母をね叩こうというところですね。で敵の空母2隻いますのでこれを叩いていきます。うまく敵の後ろにね、張り付いて、攻撃して、で敵の空母がね、直縁から離れたらそこを叩くっていうのが一番いいかなと思うんですけど、なかなかね敵の直縁機もね空母の上空から離れないんで、まあ、さっさと敵の直縁を潰して丸裸になった空母を叩くっていうのがこの帝徳の決断3のセオリーになってるんじゃないかなというふうには思います。ちょっとこのターンだけで叩ききれるかというとちょっと難しそうな感じもしますね。今敵の直縁機をね撃ち落としましたので、これでですね敵の一つの空母が丸裸になってるんですけど、まだ直縁機一つ飛んでるのありますので、これをね潰しておきたいと思います。オーネットの直縁機ですね。今艦攻が敵に
魚雷をね、ぶっこんでいるっていう場面です。これ当たってくれるとね、魚雷やっぱり火力出ますからね。だいたい3発ぐらい魚雷当たるとあの空母が沈むイメージです。提督の決断3だとエンタープライズ、これを今攻撃したという場面ですね。エンタープライズ撃沈してます。ホーネットの方も撃沈できれば撃沈したいなというところですかね。で、あの別の艦隊に空母ヨークタウンもいるので、残り2空母、さらに敵の基地健在という状況で、まだ全然状況良くないですね。はい、空母1隻エンタープライズ撃沈してますが、もう1隻は取り逃しです。敵の直撃は壊滅させています。では取り逃した敵の空母に潜水艦で雷撃戦を仕掛けていきたいと思います。潜水艦のね、魚雷攻撃はまらずというところですね。ただ潜水艦の魚雷でもね、例えばさっきの対戦の末期、空母シナノなんかはね、敵の潜水艦に撃沈されてたりしますからね。はい、さらに敵の艦隊発見してます。攻撃を仕掛けていきたいと思います。ちょっと距離が離れてるな。追撃戦に移って、なんとかねこれを射程に収めていきましょう。さあ、これで敵の空母は出揃いましたね。敵の空母が出揃ったら、射程圏内に入っている敵の空母にヤマトが攻撃を仕掛けていきます。では敵のね、空母を目指して出撃していきます。これ今攻撃してるんですけど、このあの画面もちょっと違いますね、 PC 版とはね。今あの委任状態になってるんですけど、あんまり多分見ることがない、敵の正規空母に対して、こちらがね、あの砲撃戦を展開してるっていうね、割とレアな場面になってます。今正規空母ホーネットに対して砲撃戦を展開してるっていうところですね。はい、敵の空母に対して艦隊戦を挑んで、これホーネットを撃沈しています。戦艦ヤマトで敵の空母ホーネットを撃沈。残り一つホーネット、ヨークタウンの撃沈とミッドウェイの、ね、基地攻略に入っていきたいと思います。はい、というところですが、まあ、今回はね、ちょっといい時間になりましたので、ここまでにさせていただいて、次回後編としてこの続きをプレイしていきたいと思います。